ハロー、皆さんこんにちは。くまぱん園芸ナビゲーターコビです。そしてこちらが宇宙一の幸せを求め続けているくまぱん王子です。宇宙一はちょっと言い過ぎかな。3位くらいだよ。それって自慢できることなんでしょうか。どうなんだろう。で、ところでくまぱんは運気の高い植物が大好きだよね。そうそう、植物も運気がとっても大事なんだ。ところでコビー、今日は運気が2倍になりそうなガジュマルのお話をしようと思ってさ。運気が2倍？まあ2倍になりそうな予感なんだけど。予感か。ねえ、ところでくまぱん、どんなガジュマル？それって。それそれ、コビの横にあるやつだよ。え、これ？確かによく育ってはいますが、これといって目新しい特徴がないような気がするけれど、本当にパパこれ？よく見てよ。ここの葉っぱの形とこっちの葉っぱの形はちょっと違うと思わない？あ、確かにそう言われてみれば、ここの葉っぱは丸い葉っぱで、こっちの方はね、この上の方。細長い形の葉っぱになる。実はこれは2つの種類のガジュマルが生えているんだ。そうなの？下の部分の人参っぽい太い根の台木の部分と上の丸い葉っぱの部分は品種が違うんだよ。丸い葉っぱの方はパンダガジュマルとか言われることもあるんだ。パンダガジュマルは葉っぱの形が可愛いので、こうやって接ぎ木のものも多いんだよね。ねえねえ、それってクマパンもパンダっぽくて可愛いというアピール？うんうん。まあそれはいいとして、つまり2種類のガジュマルを接ぎ木して可愛く仕立てているっていうわけ？そうそう、売っている時にすでに接ぎ木してあるんだけれど、その時には丸い葉しか生えていないんだ。じゃあ長い間育てていると、下のパンダじゃない方の台木の部分からも枝が出てきて、こんな形になるってこと？正解！幹から直接出ているこれだ。これ、ヒコバエって言うんだけど、成長すると出てきやすいんだよね。つまり、2品種のガジュマルが楽しめるんだ。くまぱん園芸。くまぱん、ところでこのガジュマルの枝だけど、伸び放題、生え放題になってない？風通しも悪くなるし、形もおかしくなっているから。特にここのひこばえ見えますか？よいしょ、どうかな、前出しようかな。こんな感じ、ひこばえ、これもこれもひこばえですね。すごく成長しちゃってるけど、このままではダメなので剪定してあげないと。剪定したら同時に挿し木で増やしたいな。え、クマパン、それじゃあ今回ももしかしてあれ？5、6、株分けたい。では隊長、今回はどうしましょうか？伸びすぎた部分は形よく揃えてカットして、それでさっきも言ったように2品種のガジュマルが生えているから、それぞれ別の鉢に挿し木をしてみたいよね。2種類のガジュマルを挿し木で育てるってこと？さすが強欲なクマパン隊長よね。こうすればハッピー度も2倍だよ。ハサミも持ってきたよコビー。ハサミも出してくれて用意もバッチリです。ではハッピー度2倍の挿し木作業スタートになります。クマパン園芸。ではまずこのひこばえからカットしていこうと思います。もうひこばえに見えないですよね。下の根元からざっくりといきます。あとはどうする、クマパン、この辺のちょっと伸びちゃってるところ剪定して形を整えておこうか。全体をこうやって飛び出しちゃってるところカットしておきます。あとね、風通しが気になる場合はね、この内
内側向いてる部分ね、外してって少しカットしてしまってもいいんですが、今回は気にならないのでちょっと伸びたところをカットするだけにしようと思います。白い樹液がカットしたところからポタポタと流れてきています。これね、触るとかぶれることがあるので手袋などをしてね、触らないように注意してカットした方が良いかと思います。どうでしょうか、今日はこんな感じで完成です。くまパン園芸。うまくいったわよね。親木も形が良くなって風通しもいい感じ。そうだね。新しい葉っぱもたくさん生えてきそうです。挿し木も2種類できて盛りだくさんです。強欲株分け隊としてはかなりのお手柄かしら。この動画を気に入っていただけましたら、よかったよの合図にいいねをしてお知らせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。この動画へのコメントやご感想、何か気になることなどございましたら、この下のコメント欄からメッセージお待ちしております。ではまた次の動画で皆様にお会いできることを、くまパン王子も私もとても楽しみにしてます。またねー、バーイ。くまくまパン、またねー。くまパン園芸。